この記事をまとめると、将棋 AI ソフトを開発した天才と自動運転を、研究する天才が手を組んで立ち上げた企業がチューリングだ。人工知能を軸に据えた自動運転車を開発し、2030年には自動運転のオリジナル EV1 万台製造を目指している。車両の製造面では、かつて BMAC を生み出した東京 RD と、 戦略的パートナーシップを締結している。自動運転を武器にテスラ超えを目指す日本のスタートアップ企業。日本はオワコンとハスに構える風潮が蔓延っている。しかし、日本でもイノベーションを起こすべく、いくつものスタートアップが資金を集め立ち上がっている。とはいえ、自動車業界は規模が求められるだけに。 ベンチャーが参画しづらいという見方もある。そうした風潮に、まさしく風穴を開けるべく立ち上がったのが、自動運転を軸としたスタートアップ企業、チューリングだ。世界で初めて名人に勝利した将棋 AI ソフト、ポナンザの、開発者である山本一世氏とカーネギーメロン大学で自動運転を研究。 北米系の自動車メーカーと研究した経験もあるという青木俊介氏によって共同創業されたのがチューリングだ。同社の掲げるミッション、目標は w e ー Overtake Tesla ーー我々はテスラを超えるというもの。しかしながら単に魅力的な EV を作ってテスラ超えを目指しているというわけではない。 テスラという社名が交流電力を発明した20世紀初頭の大発明家であるニコラテスラに由来していることは有名だが実はチューリングという社名も過去の偉人にちなんでいる人工知能やコンピューターに詳しい人であればアラン・チューリングという名前を目にしたことはあるだろう20世紀中盤に活躍したイギリスの科学者であり コンピューターの父と呼ばれることもある人物だ。その名前を社名に掲げていることからもわかるように、シューリングは人工知能を軸に据えている。AI のスペシャリストが集う AI ネイティブな企業なのだ。自動車関係で AI といえば自動運転テクノロジーである。シューリングは自動運転によって、テスラを超える自動車メーカーを目指している。 そのロードマップは大胆かつ意欲的なものだ。2025年に完全オリジナルの自動運転 EV を100台市販。2030年には自動運転レベル5のオリジナル EV を1万台製造することを目指している。2030年の段階ではハンドルなどを持たない。完全自動運転専用車のローンチを 前提としているというから意欲的な目標だ。5年で100倍というのは無謀にも思えるが、すでにレクサス RX をベースに、自動運転の制御システムをチューリング独自のユニットとして、一般道でも自動運転レベル2の、走行が可能なオリジナルモデルを1台販売、自動車メーカーとしてのスタートを切っている。 2023年に1台、2025年に100台、2030年に1万台となれば2040年には、100万台を作るというのがチューリングの目論みだろう。そうなれば現在のテスラと同等規模であり、2050年には We Overtake Tesla という同社のミッションが実現しているかもしれない。 2030年に自動運転レベル5の EV を1万台販売するのが目標。自動車を作るというのは AI スペシャリストだけでは難しいのも事実。そこでチューリングは東京 RD との戦略的パートナーシップを締結している。東京 RD といえばスーパー GT などで名前を聞いたことがあるかもしれない。現在、 スバルの GT300 マシンを走らせている RD スポーツも、かつては東京 RD 参加だった。東京 RD は GT マシンのベースともなった BMAC というスポーツカーを開発製造したことがあり、さらにはバッテリー交換タイプの EV を実証実験用に製造したこともある。自動車メーカーのような大量生産は難しいが、 むしろ少量生産において国内でも屈指のノウハウを持っていると言っていい。具体的には、チューリングと東京 RD のパートナーシップにより、2025年に100台の販売を目指す、最初のオリジナルカーの開発が進められる予定だ。スタイリングなどについてはまだ決まっていないというが、おそらく2シーターで価格は1000万円級。 自動運転レベル2の仕様になるということだ。テスラも最初はロータスエンジニアリングの協力を得て、ロータスの量産者アーキテクチャを、利用したテスラロードスターによって量産を開始している。テスラ超えを目指すチューリングがとった戦略が似ているように、感じられるのも自然な話なのかもしれない。 2025年に販売する予定のオリジナルカーは2023年の東京モーターショーを改めジャパンモビリティショーにてお披露目される予定残された開発期間はわずかで従来の自動車メーカー的なフローではプロトタイプを展示するのはほとんど無理と思えるチューリングでは設計に AI テクノロジーを 導入することでスピードアップを図っているという。自動運転の制御だけでなく AI によって、車が作られる時代を切り開くというのも、同社の目指している世界である。注目はセンサーという目に当たる部分よりも AI による。制御系頭脳を重視した自動運転を実現しようとしている点だ。 センサーは高価なライダーではなく、非常に安価なカメラを使うという、センサーの性能ではなく、画像を真相学習で鍛えた AI によって解析することで、自分で判断して走れる車を生み出そうというのが、シューリングの考える完全自動運転である。現在の自動運転テクノロジーには、欠かせないとされているダイナミックマップ、 高精度三次元地図がなくとも、完全な自動運転が可能になるというのが同社の主張だ。現時点で調達した資金は10億円単位であり、従来の自動車メーカーの開発予算が100億円単位であることを、考えると非常にコンパクトな予算感でもある。古い常識にとらわれていると、無茶なプロジェクトにしか見えないかもしれないが、 そうした常識を打ち破ったスタートアップは世界中に数多く存在する。果たしてチューリングの挑戦は日本を救うイノベーションを生み出すのか、今後の動きから目が離せない。